バイエル2等元凶、ぶっ壊れる。伊藤のバイエル2機は現地でも驚きをもって報じていた。ドイツ、フランクフルター・ルントシャウは、伊藤は引く手あまたのハイブリッドプレイヤーと紹介。トップスピードは時速 33.9 キロと素晴らしく、パス成功率は 89% もトップクラブにふさわしい。タックルに関しては改善の余地があり、デュエル勝率は 45% だった。だが、彼の長所は弱点を上回っている。最も注目すべきは、好不調の波が小さく、常に安定した力を発揮できる点を挙げていた。たとえ少し調子の悪い日でも、この25歳、伊藤は完全に崩れることがない。どの分野に関しても、ハイレベルではないかもしれないが、チームメイトが最高のパフォーマンスを発揮できていない中でも、彼は堅実なパフォーマンスを見せる。彼の評価が1になることは、滅多にないが、5や6になることもほとんどない。ドイツでは1が最高評価。それこそが彼の大きな価値であり、レーベルが彼を見逃すことができなかった理由だ。相当プライオリティ高かったんだろうね。玉突きではないからね。トップスピードとキック力と正確性が素晴らしい。タッパと手足の長さもいい。これだけ世界では評価されてる選手でも代表だと三笘に合わないだけで最底辺の扱いだもんな。今の日本は確かに選手層は歴代トップレベルだけど、それを活かせてないように思える。選手の組み合わせは監督の問題。良くも悪くもビッグクラブでやるということは大変なこと。シュツットガルトとは全く異なる環境が待ってるので、本当に厳しい環境だと思う。バイエルンにとって長く必要とされる選手になってほしい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。